競馬部位の予想が世界一。うおっす、うおっす。はい、競馬部位です。元気はあまりありませんが、から元気でいきたいと思います。大阪杯、大阪杯、2000m ですね。この舞台は阪神 2000m、まあ、皆さんがご存知の通り逃げ先行馬が有利なコースとなっております。でなおかつこのメンバー見てください。どえげつないです、どえげつない。 G1 馬ばっかり、あのダノンがね、ダノンプレミアムが回避したことによってちょっとは、悩む種が一つ減ったんですけど、悩むとこばっかり、これ悩むとこばっかりですよ、この馬なんですけど、ここは全力を振り絞って、予想をしていこうと思ってます。よろしくお願いします。では早速予想していこうと思ってます。はい、まずね、僕の、一頭、これはもう一番いいかなと思っている馬は、大阪杯第1位は僕はもうこの奇跡ですよ。もう奇跡起こしてほしいですね。この馬をずっと僕は狙っているんですけど、まあ、ルーラーシップ3区で奇跡で、今回川田騎手ということでね。で、まあ、さっきも言ったんですけど、まあ、この大阪杯は、まあ、逃げ先行馬がかなり有利な、コースになってまして、まあ、奇跡にとっては絶好のコースと。で、一応去年のね、活躍見る限り、ここでも前に行くことは間違いないでしょうから、まあ、一番狙ってみた一頭かなと。で、ダノンね、ダノンプレミア回避により、まあ、川田騎士が乗るもかなりプラスかなと。で、副賞圏内は、まあ、硬いかなと僕は見てるんですけどね、苦跡。一番安定してるかなと。で、飛びが大きい馬なんで、まあ、ベストは外回りや東京のようなね、コーナリングの器用さを求められないコースですんで、まあ、一番いいかなと。で、奇跡とね、まあ、川田騎手が作る前半スローからの、まあ、4ハロン、5ハロンですね、ロングスパーに、他の馬が対応できるか否かがポイントですんで、まあ、実質この馬がね、レースを引っ張っていく形になると思うんで、一番ポイントになる馬だと思います。で、先行馬なんで、やっぱり一番十分チャンスが、まあ、ある馬かなと。で、正直、めちゃくちゃ奇跡強くなったと。もうかなりよく頑張っている馬だと思いますしね。で、秋4戦、まあ、ジャパンカップで、まあ、レコードのアーモンドアイもありましたし、有馬、もう走りました。頑張ってました。心配なんは、ただ一つだけなんですよ。もう僕らには分からないでしょうけど、もう目に見えていない、まあ、疲れが残っているかどうかのだけの問題なんですよね。もう使えているんではないかなと僕はちょっと思っているんですけど、まあ、ここはほんまに、大阪へ明治で来てるんじゃないかなと思って、奇跡、ここはもう馬の名前だけに奇跡を信じようかなと思ってます。なんで奇跡が第一位ですね、僕の中では。奇跡、はい。で、第2位、2投目なんですけど、まあ、これもちょっと面白いではないかなと。まあ、一番僕はちょっといいなと、一番というか、まあ、パッと速度で2投目決めれたのは、ペルシアンナイト。ペルシアンナイトですよ。まあ、ペルシアンナイトはね、ちょっと左回りがダメっていうのと、まあ、休み明けが全く走らない。という馬ですんで、まあ、叩いた後の、京都コース、阪神コースはよく走るという傾向がありますよね。こんな分かりやすい馬はなかなかいないと思いますんで、まあ、一番分かりやすいかなと。で、鞍上もね、デムロですんで、完璧っしょ、これは。これは完璧やと思いますよ。で、かなり狙い目の馬ではないかなと。で、叩き両馬型でね、まあ、パンパンの両馬場がいい
いいタイプなんで、まあ前走ねちょっと道が悪かった金庫賞はちょっと外資できるかなと、まああれはちょっと参考にならんのちゃうかなと思ってます。でハービンジャー3区でね阪神の内回りも合ってると思いますし、まあ奇跡が作る持続力勝負の展開にもこの馬は合ってるんじゃないかなと。去年もこの馬は3着で突っ込んできてますしね、まあ、その実績もありますし決して弱い馬でもないと思いますし、逆にここはもうバチッと来そうな馬の一角であるかなと思ってペルシアンナイトを選びました。なんでペルシアンナイト頑張ってほしいですね。からの第3位になるんですけど、これも僕は決めたんはもうアルアインですよ。アルアイン、ディープサンク、ディープサンク、アルアイン、まあ、去年とねちょっと違って、まあこの馬にとって僕はもう大阪杯命一なんちゃうかなと狙っているんですけど、まあ勝ちきるね正直今イメージはないんですけど、まあ、ワイドとかの軸ならば配当のうまみがある、まあ硬いかなと。これも副賞圏内硬いというか、まあ安定感はある馬ではないかなと思います。だからワイドとかそういうね配当のうまみがあるような馬になるんではないかなと。でアルワインはねちょっと今勝ちからちょっと遠ざかっているのが引っかかるんですけど、まあ勝ちから遠ざかっているんですけど、まあ副賞圏内も結構来てますし、まあ一戦級相手にね十分に太刀打ちもしているんで、まあこの馬も V 候補かなと思っております。なんでアルワインも買っておかないといけない一頭ではないかなと思っております。はい、最後になりますけどもう一頭ね買おうかなと思っている馬がいるんですけど、それはエアウィンザー、エアウィンザーですよ。9カメ3区、もう阪神のねこの馬芝4200と、うち阪神の 2000m なんですけど3100と、絶好の抜群の好最初めちゃめちゃいいと思います。で金走ね5走の平均がね上がりタイムが 33.8 とかなりいい足使ってると思いますけどね、いいと思いますよこの馬。十分 G1 にも手が届く馬だと思っております。正直どん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 強くなっていってるんで、もう順調にね一番使われている馬なんで、まだまだ上あるんじゃないかなと思ってます。まあ金庫賞から思った以上にね正直ほんまによくもなっているし、まあやや余裕残しからの型通り良化してるんで、十分この馬は狙える一頭かなと。スミー厩舎のね仕上げの信頼度の高さも、あるんで、ここはもうエアウィンズはバチバチ気合入って、もう厩舎ともども騎手ともども気合でここは挑んでくるんではないかなと。十分この一戦気合でも対応できる、馬ではないかなと思ってます。ほんまね自分のね、本来の走りしてくれればエアウィンザー一番チャンスはあると思うんで、ここは G1 取れる、レースだと思うんで、エアウィンザーも買おうかなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。競馬 V の、大阪杯 G1 ですね、いい馬4頭自分の中で決めてます。その辺と今紹介しましたけど、まあ正直 G1 なんで、まあ、競馬なんで何が来てもおかしないです。別に人気しない馬が来ることだってありますし、前回のね高松の宮記念だってもう大荒れですよ。だまさかという馬が来るのが競馬ですんで、まあ絶対はないと思うんですが、今回は正直自信を持っていこうかなと思っております。まあ前回もボロボロでしたけど、まあ、もしよかったら高松の宮記念のね副勝負、僕1点勝負でちょっと大金かけた勝負もやってるんで、
そちらの方も動画も見てもらえればなと思いますけど、まあ絶対はないんですけど、バリバリ自身は今回持って、行こうかなと思っております。ですんで、もしよかったらほんまにチャンネル登録またしてくれて、また見たるわという方お願いします。で、できたらグッドボタンもよろしくお願いします。まあバットマークでも全然結構ですんでね。でコメントの方もどん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 ください。僕まだまだ、勉強している身なんで、みんなのコメントで、勉強なことも多いんでよろしくお願いします。ですんで、競馬 V の大阪杯、予想ですね、予想の方でした。 VV またよろしくな。他の動画もよろしくお願いします。 VV チャンネル登録、グッドボタン、コメント投稿よろしくお願いします。競馬 V